ラビア語を勉強してます安田翔馬と申します。今日はたまたまあのヨルダンの大使館に行ってビザを取りに行ったら、うん、あのグランドパークにね中澤さんやおばさんにお会いしてでそれでちょっとお話もしてあの今日もちょっとお呼ばれしましてここに来ました。よろしくお願いします。今が、日本の大学でですか、うん、日本大学は、4回3年です。4年目で休学をしているので、はい、こっちは6ヶ月住んでます。はい、12月のクリスマス明けに日本に戻って就活なのかもあるんで、はい、あと2ヶ月思いっきりパレスチナを楽しもうと思います。はい、まあ、大阪大学の外国語学部のアラビア語専攻、はい、優秀なんだよね、はい、昔大阪外大だったんですけど、うん、はい、今一緒になっちゃって、はい、統合して、はい、よろしくお願いします。あの4人のグループの中川さんと申します。よろしくお願いいたします。同じ話ですので もっと詳しくあの後で言ってくれると思いますのでどうもどうぞ。あの児玉健二と申します。どうぞよろしくお願いします。あの仕事のはもうほとんどあのもう引退しまして、あ、まあ、やってないっていうか、まあ、無職に近いんですけど、あのもう9割引退して残り1割が不動産のオーナー業だけに今絞ってやってます。で、まあ、今ほとんど趣味とボランティアだけで生きてまして、あの好きなことやって、あとはあの、まあ、いろいろ頼まれて、あの大家関係のちょっとボランティア業、オーナーさん、不動産のオーナー連中の、まあ、手伝いっていうですね、あのそのボランティアをやっております。まあ、最近ハマってるのはあのちょっとワインにハマってましてですね、パレスチナワインもちょっと美味しかったですね。イスラエルワインもちょっと楽しみなんですけど、あのあるんですね。どうですか安田さん。美味しいです。ベツレヘムがベースなんですけど、美味しいですよ。日本になかなかないんで非常に楽しみだったんですけど、ちょうど飲み出してまだ半年なんですけど、それまで一回も飲んだことなくてですね、先月ちょっとソムリエ飲んでおりまして、すごい、ちょっとハマって、あの先々月はフランスのメドックマラソンっていってワイン飲みながら走りました。あれもちょっと出たりとかですね、この半年ぐらいちょっとワインにハマってます。どうぞよろしくお願いします。あのたびたび名前が出ましたあのゴイ平和財団の、まあ、評議員をさせていただいております中澤と申します。今年の3月まで大学の方に勤めていたんですけども、定年になりまして、まあ、自由の身になりまして、それで今回あの3週間にわたる海外旅行にやってまいりました。それであの私たちの団体ではですね、まあ、ともかく一人一人の心の中に、そして各国の、まあ、人々の心の中に、ともかく平和の心、お互い戦争をやめましょうと、お互い仲良く話し合いましょうというね、そういう平和の心を、こう培っていきたいというね、そういうことで活動しております。まあ、いろいろとあの活動分野は広いんですけども、一番あの分かりやすいのが、世界人類が平和でありますように、May peace prevail on earth っていう書かれたあのポールですね、2メートルぐらいのポールがあるんですが、これを、まあ、いろんなところに立てたり、あるいはまたいろんなところで寄贈したりしてですね、平和の精神を伝えるという、まあ、そういう活動をしております。で今回もあの山本さんとお話しいたしましたところですね、まあ、ひょっとすると、まあ、パレスチナの政府高官の方にですね、ピースポールを贈呈できる可能性があるかもしれないということで、あのこのグループにですね、わずか 1泊2日だけなんですけども参加させていただきました。それで、まあ、私どもはあのエルサレムの方からですねこちらに入ったんですけども、本当にエルサレムとラマラの間はもう1時間もないです。30分で来ちゃうんですね。あのちょっと今日道路が混んでたんですけどもね、あのいつの間にか、もうラマラなのってそういう感じなんですよ。で、エルサレムからラマラに行くときは検閲も何もないんですよ。で今度ラマラからエルサレムに戻るときにはものすごい厳しい検閲があるんですね。いろんなものをこう、まあ、危ないものを持ち込みますとかね、いろんな危ない人は来ちゃいけないということでコントロールあるらしいんです。まあ、そういうことでちょっと運転手さんが話してくれたんですけどもね、本当にだから全くね、これ一つの、 あの地域、一つの隣町なんですよね。だからこういうところはもう絶対戦争しちゃいけないし、お互
大変仲良くしなければいけない。で中東が乱れるとこれはもう世界が大変なことになるんです。でここで戦争が起こるとそれこそ、核兵器が、ね、飛んでそれこそハルマゲドンが起こるかもしれない。ここをなんとか平和にしなくちゃいけないということで、まあ、私たちは微力ですけれども本当にイスラエルの人たちにもそれからパレスチナの人たちも、ね、平和の精神でお互いに話し合ってくださいという、そういうことで、まあ、今回やってまいりました。で皆様方と共にですねこのグループに加えさせていただきまして本当にありがたいと思っております。この山本先生も本当にいろいろご協力いただきまして心から感謝申し上げています。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。あ、すみません。先生に取っていただくなんて、もうおばさんが詳しいから私は分かんないんで、はい、スピーチャーテレビの小泉と申します。 NGO をやっております。今まで1000本近く、まあ、取ってあるんですけど、まあ、心友人ではその環境問題をやってる方も非常に多いし、また平和のことをやってらっしゃる方もいっぱいいると思ったんですが、私はやっぱり戦争をしてしまうのも木を切ったりとか環境を汚してしまうのも全部人の心の問題だろうと考えて、心の側からそういういいものを発信していくものは発信していくことが重要ではないかと思ってスピーチャーテレビを NGO でさせていただいております。今日もその関係で取材させていただいておりまして、また何かありましたらよろしくお願いいたします。こんばんは。写真機能しないですね。で僕もあの山本先生とのご縁で先生とは関係がありまして、であのちょっと前からどうしてもあのイスラエル・パレスチナに行かなきゃいけないっていう自分の中でミッションがあった時に、うん、パッとまた声がかかったので、あの本当にすごいなって。で今何をやってるかというと、まあ、2年半まではまともに仕事をしてたんですが、それから僕も引退を決意しました。もうお金のために働くのをやめようというのをやりまして、じゃあお金が稼がないとどのような生活できるのかっていうのを挑戦してきました。で2年半以上経っても全然普通に、生活してますし、例えばあのうちの電気とかガスとか、あとは水道はちょっともらったんですけど、あのいろんな電化製品を少しずつなくしていって、洗濯機もないとか冷蔵庫もないとかいろんなものをやっていても、あ、全然大丈夫じゃない。ただ、世の中で大変なことで生きていけるためにみんなの手をどうやって掛け合えるかっていうのを考えてたんですよ、2年半前から。でも、頭で考えたことって大体失敗しますので、実験者はどうでどこに関係してたんですが、自分だけできても他の人できるかなって絵の知りたくて、なんかそういうきっかけないかなと思ったんですけど、まあ、あの思っちゃいけなかったんですけど、あの大震災が起きまして、うん、でその時に助け合えるかどうかというので、大震災があっていろんなあの原爆とかね、あの原発の事故があって、うん、一番最初に僕が行ったのは原発事故から22キロのところを拠点にして動きました。で人が行かないんですね、人道的という部分で、まあ、企業だったらもう物資を運ぶ時には人を車を使う、でも人を行かせちゃうといろいろあとはトラブルがあるので、ただ人が行かないというか物資が行かない、盗んでるとかというので、まず行ってみましょう。入ってくる情報と基準まで電話してて行ってみるとまた全然違うんです。一人一人ですが、本当にこれは行かないといけない。1000人の声の中でも、あの第1次産業、第2次産業、第3次産業をあの一番最低の仕事ができないと言われている人ができるということで、1000人の雇用の6割を障害者の方でもできるの、うん、ということで、水耕栽培とか、うん、であのおばちゃん方とか、失礼ですけど、料理しかできないという方でもできるように加工、その横で加工する、でその横で絶対おいしい、時間半かけても車で行くことでっていうレストランとか。そういったものを誘致して、で1500坪の土地を宮城の方に買って、そこで、その食のテーマパークというのを作るというので新聞発行で、予算もついて、5個で買ってなって、まあ大体1000人の雇用ができるようになって、そこであの復興バブルになってしまいまして、当時の5000円の予算でできるものが2億8000円の予算になってしまって、できなくなってしまって、でも仕事がなくなってしまったんですね。でどうしようかなと思って、あの僕ずっと住むところもなかったんですけど、その時にお世話になったのがあの岩崎さん
あの方が秋葉さん泊まるとこないあるたまたまの東京に出るきっかけが欲しかったんですけど、あの彼が社団法人を作るというので、じゃあ行ってみたいですけどちょっと声をかけて、それがお世話になってずっと居候だったんです。で彼も大変なのに東京で僕の食べるものとか住むとことかいろいろ提供してくれて、東北であるものを全部出してやって生きてきたというのが東京でもできるというのが本当に矢崎さんのことで、まあ、ちょっとそういうことをやってきたんですが、今は本当にあの何だろう、僕は一番最後の人になりたいんです、常に思ってるしね、一番大変な人になりたい。ただここの会に来て一番最後になってくれる人がほとんどの人だったんですよね。あの今日も人が離れてしまう事件があったんですけど、必ず最後の人に寄り添う人がいたいと思うんです。あ、僕はそういうことしなくてもいいんだ、初めて勝つというふうに思うのがこの会がすごいなと思います。ちょっと長くなります。柴田です、よろしくお願いします。僕は川岸と申します。この中田先生と一緒に今回っていて、それで僕自身は音楽をやっております。でやはり平和の響きというか、それを自分の音楽に表現していきたいと思っております。で、今から19年の1993年にやっぱアフリカの平和を祈りたいと急に思って、突発的に思ったんですけど、セネガルを旅しました。はい、それもすごくいろんな濃厚な6日間を過ごしたんですけど、帰る前の日にそのコラという西アフリカの民族楽器のハープがあったんです。それを弾いてる青年に出会って、でそれに僕はもうすっかり見られてしまって、それからその楽器を中心に創作活動を始めました。そして今回 の, そのずっとツアーを通しまして、やっぱその音楽というものが本当にいろいろなこの思想とか宗教とか、もちろんそれがとても大事なことですけど、それを超えてダイレクトにハートで響き合える、すごく大事なものだということを改めて痛感しておりまして、自分は帰ったらまたさらにいろんな、創作をしておりますので、それをちょっとビジョンみたいにできます。それでいろんな活動をしたいと思います。それと山先生がいただいたメールで、途中でその メンバーが全部書いてあるの、35名の。その中に、えって自分で目を疑ったんですけど、早稲田夏美さんって書いてあったんですよ。と思って、こちらにいらっしゃる方ですけど、ちょうど夏にあるイベントがありまして、その時にご一緒させていただいて、彼女はいつもバンドをやってるんですけども、その時一人に出したということで、僕はその、コラって先ほど申し上げたコラというのをやってるんですけど、いろんな楽器も一応やりますので、彼女のバンド、即席で1時間ぐらいでね、リハーサルをやって臨んだという、そういう、それ以来お会いしてなかったんですけど、それ見てもびっくりしまして、その、なんていうか、やっぱその巡り合わせというか、縁の大事さというのを痛感しております。どうぞよろしくお願いいたします。毎年湯河原というか町の産業祭の司会を任されていて、ずっと総合司会をして最後に自分も歌を歌う仕事が入っていて、それが外せない。もうポスターに写真が出ちゃってるし、もう本当にお世話になってる人って、いいです、行けませんって言ったんですけど、次の日に合流したらいいですよって言ってで、旦那様にも付き合っていただき、はい、今日のためには作ったんですけど、まだ発表あとで暇だったら歌いますけど歌手が2人いるんだ、はい、柴田道子に宣言となりました。よろしくお願いします。どういう字か知らないけど、倫理の倫。あ、そうですか。じゃあ道路の道です。両と道のね。そうですよ。道にはいろいろありますよね、先生。結構苦難の道ですね。幸せな道。
しょうね。めでたいめでたい名前が連なっておりまして、実は本名が須賀子と言いまして、それにただ単に鶴がついただけなんですが、今その鶴須賀の鶴の方がどうも呼びやすいらしくて、皆さんが鶴さんとか、うちの生徒たちは鶴先生になってしまって、小さい子から大きい子まで鶴さんと鶴先生になっておりますので、鶴さんと呼んでください。私はちょうど22年の2月22日から5年間をかけて全国を祈り舞っていこうということを立てまして、奄美大島の竹の間島という私のふるさとから出発しまして、で今ずっと回ってるんですけども、去年のその311があって、プツンとそこからその祈る場所も全然を決めなくて、もう行けるところに行くことに なぜか決まっております。今回もここにはどうしても来ようと思ったのは、10月の頭に淡路島の塩の山に上がらせていただきましたときに、どうやらイスラエルの本当とが結ばれたのではないかと思うんですが、ここから帰ってきたときに山本先生の方から声がかかって、今回は他のものをキャンセルしてもやっぱり行くべきだよとおっしゃられたんですが、本当にそういうふうになのかと思ったんです先生の言葉を信じて、他のものをキャンセルせずに全部全うしてそこに行きました。で本当に来てよかったのは、やっぱりここのその今ではない、神に祈りを捧げながら今日も君が代を昨日行事中数時間で君が代を神父さんの歌で読ませていただいて、それがで、まあ、舞うことが大好きなもんですから、舞うことでそれが祈りになり、それが世界平和につながっていることを祈って今回は参加。ちょっとよろしいですか、お客様のこと誰かから聞いたような気がするんですけども、奄美舞とか、奄美舞ですよね、はい、それで私は名前ははっきり覚えてなかったんですけども、先生のことがおそらく掛けた心さんという方から聞いたんじゃないかと思うんですか。仙台の方です。そうです、そうです、はいはい、よく覚えてます。あ、そうですか。掛けた心さんという方が私も本当に今年半年ぐらい前に知り合ったばかりなんですけども、はいはい、それで、彼女がもう今ちょっと日本に帰ったんですけど、ずっとパリにですね、1週間ぐらいいらっしゃってて、でそれでそこで、小林不陽先生っていう書道の方と一緒にお会いすることができて、うん、心さんも一緒に不陽先生はサムライジャポンっていう ね、はい、そうですね、文化イベントでいらっしゃってて、心さんは別の仕事でパリにいらっしゃって、それで不陽さんのイベントに出て不陽さんとお話しして、それでその時に奄美舞のなんとか鶴先生という方が話題に出たというね、それでその鶴先生が、
山本さんのグループに入って、パリ市内に行くんで、中澤先生とお会いすることになるんですよねというような、そういうような、ね、メールをね、つい先立っていただいたようなことで、心さんのことは山本先生ご存知ですよね。もうそこからつながりを。ああ、そうですか。だから本当に世の中、世界がいろいろとつながっていて、不思議なことだなと思いましたね。その奄美米を5人の子たちが奄美米を持って、清、うん、先生の書を書くところで、私たちがその奄美米の木を、木で舞うというのに、振り付けをして、出発させたんです、5人を。で、その子たちが待って、たぶん今は東京にやっと帰ってきて、それ違いで私はこっちへ、こっちで舞うことになっておりましたので。いろいろなご縁でよろしくお願いいたします。今着てらっしゃるんですか。これはタイにいらっしゃる佐藤宇三郎さん、はいはい、さんの。あ、そうですか。初期の頃の綺麗な、ご挨拶させていただきますが、あまり、多分なんですよ、全く皆さんと経歴が全然重ならないところで、ちょっと山本先生に8年ぶりに誘われた形になって、8年ぶりなので、でちょっとこうなんか複雑にしゃべるとわからないので、とりあえず30代の半ばに株式を上場させまして、会社をエグジットしましたので、まあ余生を持っておる状態で生活なんです。いわゆるはい、いわゆる IT 商社と言われる世界におりまして、なおかつ不動産もやっておりましたので、そういうことで、基本的にはブルッセルを中心にやってたのが、まあ、そのことなんですが、その頃に同時に医療系のですね、学生さんを集めた勉強会を全国で起こしまして、その時の幹事をさせていただいたご縁で、大野先生にその会に来ていただいてですね、いろいろとお伝えができて、ちょっと心の心境の変化が40を超えてからありまして、一つは世の中の役に立っていることがほとんどないなと思ったので、なんか役に立つことをしようかなと思ったのが一つです。で、今実は東日本に震災があったりとか、ずっと福島で定期的に子どもたちの支援をやっております。延べで、そうですね、南アイコンも含めていろんなところから出している子どもたちの学習支援をさせていただくボランティアの支援をしています。で、さらに、実は、岩手で被災をしましたので、私出張中に被災をしましたので、津波も直接見させていただいたこともありますので、ちょっとこう、まあ、世の中の役に立つためにはということで、財産は全部そちらの方に寄付させていただきまして、ソフトバンクさんぐらいはあると思います。すごいですね。払わせていただきたいと思います。彼は言った金額よりはるかに少ない金額ですので、まあ、孫さんのちょっといろんな仕事のやり取りもありまして、まあ、基本的にフィクサーという役割で、名前を一切出さずに私は今までいろいろやってまいりましたので、テレビも本にも実は載っておりません、本も出しません。一切その経歴を詐称してるわけじゃないんですけど、あんまり皆さんの前に出るほどの経歴がありませんので、まあ、今やってることは若者がですね、日本国外からいろいろと活躍しているのになかなか産業界で支援ができないと思いましたので、自分ながら少しわずかながらのファンドを設立させていただいて、そういう学生さんたちだけではないんですが、中小企業の若い経営者とかを海外に、どんどん進出できるように支援をさせていただいています。まあ、何してるんですかっていうのは35カ国ほど回っておりますので、はい、まあ、直前インドと言いましたけど、まあ、簡単に言うと活躍する日本企業ができることというのは、やっぱり産業を育成することが大事だと思うに、やっぱり日本人はそんなに戦う部族ではないので、産業が根付けば戦争もしないし、喧嘩もしないから、私はちょっと皆さんに反感を買うかもしれないので言わなかったんですけど、やっぱりでも数の力でありますし、金の力もやっぱり使って平和にならないといけないかなと思ってます。で、さらにもっと言うならば、やっぱり仕事がない地域には平和は訪れないという考え方をしておりまして、僕も障害者施設の設立などに関わっております。
害者施設の設立に、まあ、ほとんど使わせてもらいました。ですから、まあ、100億近くあったのかもしれませんが、今手元には何千万ぐらいしか残っていませんので、正直な話、一文なしに近い仕事をしておりますが、まあ、とりあえず先ほど柴田さんが言われたように、僕もほとんどお金のかからない生活をしておりますので、そうですね、山本先生に一番最初に言われたときに、まあ、ここには来て何をするのかなと考え、7日間にしようかなと思っていました。いろんな人たちが勉強させていただく第二の先生がいると思いますので、ただ本当に芸術的なセンスがありませんので、特に芸術のことが分かる方は、いろいろしていただければと思います。よろしくお願いします。それが私のベースで、それでおかげさまで元気になりまして、30を超えたところから本当に私は東京に行きたいと、あと東京市の会議場というところに参加しておりまして、本当にもう考えられないぐらい、まあ、いわゆる日本のクラシックの世界で音楽活動やオペラ活動ができる状態になりまして、それでそれ以降まあ、そういうベースは、まあ、地元の児童館のオペラと同様のコンサートとか、あと、まあ、それが長年続けてきて、東京都の人権週間の講師として音楽と人権っていうことを講演と演奏とさせていただけるようになりましたり、なんかやはりこう最近社会貢献の部分と自分がプロの歌手としての活動をうまいバランスでできるようになりました。それでその社会貢献の部分で今私はナショナルアンテム